「オリフー,ー」この番組は株式会社アルファの制作でお送りします南作 ある日、突然それは運命のように。朗読、高石あ美。いつも通り仕事を終え、疲れ切った体を何とか動かし、家を目指して歩いていた。夜空は曇っているのかあまり星は見えず、いつもの道は暗さが増して違う道のように見える。 暖かくなってきたとはいえ、夜中になれば気温は下がり、ひやりと冷たい風が頬を刺す。自分以外の誰もいない道はとても静かで、自分の足音がすごく大きく聞こえる。いつもと同じ道。そうわかっていても、どことなく気味が悪い。早く帰ろ。 そう思い、立ち止まっていた足を動かそうとしたとき、周囲の空気が変わった気がした。なんとなく誰かからの視線を感じる。キョロキョロとあたりを見渡すが、誰もいない。人の気配はなかった。足音も聞こえなかった。それなのに、確かに視線を感じる。 私はゆっくりと視線のする方へ目線を向けた。そこには彼がいた。絶対に会いたくない大嫌いな彼。そもそもこんなところで会うなんて思ってもいなかった。それなのに今この空間には彼と私だけ。 私は彼から視線を反らせなかった。彼もまた、ぴたりと動きを止め、私を見ている。お互い先に目を反らした方が負け。そんな馬鹿げたゲームのように、私たちは見つめ合っていた。なんでこんなところに、会いたくなんてないのに、大嫌いなのに。 泣きそうになるのを必死で耐える。彼に立ちふさがれ、家に帰ることもできない。彼が一歩、私に近づく。私は足を引きずるように後ずさった。心臓が馬鹿になったみたいにバクバクと音を立てた。冷や汗が頬を伝う。怖い 怖い怖いただ恐怖という感情だけが私を支配していた。昔から大嫌いだった。大嫌いというより生理的に受け付けない。そういう方が正しいと思う。ツヤツヤした体もやたらと無駄に長い触覚も早すぎる動きも大嫌いだった。 家では万全の策をとっていて、万が一に備えてスプレー缶も置いている。ただ、今の私に武器と呼べるものは何もない。そもそも、いつも隅を歩いているはずの彼が道のど真ん中を我が物顔で歩いていること自体が想定外だった。彼を飛び越えて家に帰ることもできないわけではない。でも、もし彼が急に飛び出したら、 そう思うと体が震える。無理無理無理私の恐怖心はピークに達していた。ああ、もうダメだ。限界。意識が遠くなりそうだった。その時、前から酔っ払いのおじさんが、二人組がふらふらと歩いてくる。 すぐ近くまで来ていたのに全く気がつかなかった。楽しそうに話しながら歩いてくるおじさんは私の横を通り過ぎていった。あ。私はつい目を離してしまった彼を見る。彼の体は潰れていた。多分、さっきのおじさんが踏み潰してしまったのだろう。 くしゃりと潰れた彼を見ていると、生理的に受け付けないとはいえ、少し切ない気持ちになる。ほんの一瞬目を離した隙に、彼の命は終わったのだ。きっと人間も、たった一瞬で人生が終わってしまうのだろう。案外そんなものなのかもしれない。そんなことを、今考える必要もないのに、 心のどこかで考えてしまう。今日一日の生活の中で彼と出くわした瞬間、一番いろんなことを考えた。私にはすごく長く感じた時間も、時計を見ればたった五分の出来事だった。はぁ、あ。私はため息をつくと、そっと彼を避けて家に向かって歩き出す。 誰にだって一つぐらい生理的に受け付けないことぐらいあるだろう。私にとってはそれがゴキブリだっただけの話。でも彼だか彼女だかもわからない、正直名前も思い出したくないほど受け付けない生命体。その存在が今日は私に何かを教えて命を終わらせた。何とも言えない気持ちで空を見上げると、 曇っていたはずの夜空がいつの間にか満天の夜空になっていた朗読なのよ5分で聴けるオリジナルストーリーこの番組は株式会社 アルファの制作でお送りしました。